先生、号令お願いします。これは吉田松陰ごっこね。じゃあ次のは、先生、奨励お願いします。これは何ごっこ。1、吉田強引ごっこ。2、吉田病院ごっこ。どっちだろう。まあ、イラストがないと分かりにくいかもしれませんけど、ね、その吉田松陰先生の顔、そして吉田強引先生の顔、それから吉田病院先生の顔、3人の顔を見比べないといけないでしょうけど、ただ吉田松陰といったらね、その吉田家に養子に来あった人で、もともとはね、あの長州の名門の杉家の人、猛将杉、智将末って呼ばれた二人の家老は、大内の、大内、ね、大内っていう、その、たたら家の貴家人の大名。でも、貴家人ってことは出戻りってことだし、特に大名とかで、その、貴家人っていう時は、もともと日本の家系やけど、日本に戻ってきたで、久しぶりに、おらーってめっちゃ威張っとったわけ、むしろに。大江もそうよ、毛利の伝統である。大江の広元も出戻りよ。まあ、小辻も藤原も出戻りやから。なので、日本に一番多いけど、藤原はね。で、さて、さて、じゃあ、ずっと残ってたの何家だったんでしょうねって言ったら、ちょっとそれ秘密すぎるんちゃうかなと思ってな。でしょ、ずっと日本列島に残ってた舞台のね、名字なんて、うち絶対その、漏らすつもりないよ。な、どう思い出そうもと思い出せるけど、あかんやろ。やばいと思うの、それだけはさすがに。だから、いいわ。ね。さて、さて、で、杉家のね、あの文献には杉竹っていうのがいて、でそれはまあ、 あの 大分の方に呼ばれたわけね、杉竹はね。で、杉田玄白っていうお医者さんが出てきたわけで、杉田玄白のお友達の花岡清舟っていうお医者さん、それは越前の人や、越前とか加賀とかの名字、花岡家っていうのはね、一期のね、花岡、丸岡、吉崎、大谷ね、この辺が加賀一向宗のね連中やんか。うん、で、まあまあ、それは置いといて、ブクスップ。それじゃ言わへんけど。言うたわ。ええとしたら、それはまあ、ね、うちの配偶者の、ことですけど、花岡病院に勤めてるわけね。で、まあ、それは置いといて、花岡さんちのうちの、その、友達に見たら、お宅にも遊びに行ったことあるよ、うち。ね、それはもう、河内言うたら、その、一向宗の家系多いもん、浄土真宗の家系、ね。ずらずらおるもん。ね、河内の国は。で、それとね、まあ、お辻家もの鹿児島でね、浄土真宗に帰依した。なんてか言ったら、うちの先代の、要するに、比叡田の、あれ、ね。ここで、まあ、戦死したっていうか、まあまあ、まあ、守ってくれたのが、もう奈良仏教だけやって。それは物の出古屋、および舎人大将軍と大友の府県大将軍がね、攻めてきたわけから、持統天皇に脅されて、なんでって、藤原大王である天武天皇を、持統天皇が生きながら処刑しとったから、樽漬けにしとったから、だから古屋大将軍と、要するにおより舎人ね、と大友府県大将軍ね、が攻めてきた。で、その時守ってくれたのじゃあもう奈良仏教しかなかった。で、地蔵門があるかじめに。それを後で聞いたお辻家は、それは悪いことしたって仏教に帰依したんや。ん？天照大辻家からしか出えへんけど。その辺、そんな困難な話が大日如来の話と関係あるわけ。実は。天照大日如来っていう、まあそういうふうに、まあ確認できたわけ、それでね。そのあたりで。で、まあ、それは、まあ、仏教なんですよ、ね、置いといて、この辺にも末って君はもちろんあるんで、末って当時期の、ね、党って書くわけだから。じゃあ、末ある方っていう人物は一体どういうタイプの武将やったよね。あんまりそこまで資料ないでしょ。厳島の戦いあるんでしょうけど、簡単に手に入らないでしょ。厳島の戦いで毛利元就の大軍をお迎え撃って帰る、まあ、帰り討ちいうか、言ったらいいやろ。ね、しくじった。まあ、毛利の方が、一枚上手やった。でもそれは軽方かって本当は商人貴族やった可能性はあるよね。それやったら
小西行長みたいなもちろんね。で、それもまあいいとして、じゃあ、吉田病院先生、じゃあ、杉田玄白ってのが分かったよね。なんですけど。吉田修也、まあ、家康の方かな。じゃあ、吉田剛院先生ってあれ、まあ、それはいいとして、断固名物、サンゴの首飾り、コーラルピンクの、海岸とかね、っていう歌をね、昔作ったんですけど、それも丹後半島とか、その、田島海岸のとかの話なんですけど、実は。で、うちが当時交際してた人がね、まあ、久美浜の家系だったんですけど、久美浜で泳ぐのはちょっと親戚が多すぎてまずいから、怒られるからって。なんで怒られるのかなと思ったけど、まあ、じゃあいいやって、まあ、白いカローラ乗ってたんですけど、自動車修理工の人が修理して、まあ、最初はこんなん乗らなあかんでと。いきなり車買ってもらったらあかんでって言われて、2万円で買った、すぐ故障する。大変で、最後エンジンルームがメルトしましてね、それでも走ってたけどね、怖いね。それ乗って、まあ、タンゴハント。で、国浜で泳げないとどうするのって、国浜に行こうって言ったのに言うて、じゃあ、もうちょっとあっちに、今ゴーラっていうのがあるから。で、今ゴーラ行って、まあ、そこで泳いで、それが、断固名物コーラルピンクの海岸かな。歌になってんねんけど、あの歌詞通りの意味ちゃうで、あれはもっと前の次元の記憶で、うちがその黒い水着着てたら、その田島の海岸かな、丹後というか、どっちやろ、まあまあまあ、あの辺の海岸でナンパされて、で、そのジャズフェスがね、丹後半島のどこだったかな、田島の方かな、海山かな、やったんかな、その時の記憶やけどね。で、結局、それ東京からね、丹後に遊びに行ってた時の記憶やの。で、結局、今頃で泳いだ後、あれこっちになんか変わったの違うな。うわ、なんやあの岩は言うたら、うちが交際してるとか、やめて、やめてって、あんな岩に興味持たないでって、やたらおかしいね。急にやたら、まあ、ほんで、いやでも、あれは明らかに見た方がいいやろって、ちょっとぐらい違うと見えちゃうって。で、なんか、網網の、道路を通って行ったら、おばあさんが出てきて、帰れ帰れってやるの。あれとか言って、ひょっとして仕打ちって言って、でもそうやって、まあ、そうやみたいな感じで出て行けてるから、仕打ちやな、じゃ帰ろうと、ごめんなさい、間違えて、仕打ちって知らんかったからって。で、言うから、バックでからって。で、交際してると、カンカンに怒っててね。なんでそこまで怒られなあかんのってびっくりして。で、まあまあ、だんだん仲がおかしくなっていってんけどね。で、結局その今が裏っていうのはね、田島家の領地やったね。じゃあさ、田島のおばあちゃんやって。現に、うちがその時交際していた国浜の家系のね、人もね、田島のおばあちゃんって言ってたから。あれ、田島のおばあちゃんやんって。で、まあ結局その田島家とそのまあ浅野家のね、茶の家の間に生まれたのが今のうちの配偶者なんですよ。ね、でちなみにうちの今の配偶者、ジュリとね、まあ当時交際していた国浜のね、家系の方ね、顔そっくりなんですよ。で知ってたんちゃう、いろいろね、それはね、それはそれはね、山陰地方は古代王朝多かったから、古代王族は。ね。で、まあ結局、まあ、もう持ってますよ、今。持ってるか読んでますよ、時々。ジュリが持ってた、田島家のね、歴史の茶色い雑誌ね。うわ、ここ置いてるって。怒られたおばあちゃんに言うて。とにかくうちのこと秘密にしはったね、その久美浜の方の人はね。まあ結局ね、今回どの家系がうちをゲットするかっていうのはね、その古代豪族なり、あるいは戦国大名の間で実はね、評判の話やったから。あ、それは天皇家会の話もそうなんですよ、実は。じゃあ、小室圭って一体、どっから出てきた人物って思うやろ？あ、徳川家にある。あいつ徳川家やで。まあ、それほっといたのか、そんなようなこと。どうでもいいし。だから、天皇家の方もそんなゲームに巻き込まれてんねん。な、そんな上流家具って平気でそんなゲームしようんだよ、実は。だから、まあまあええやん、そんな話じゃない。
決めなかった上流階級だったら絶対そんなゲームするから、言わせてもらえば。まあ、だから、笑ってるんちゃう今から、組浜で。組浜がブワーって笑ってるんちゃう。ほんでちょっとその湖がね、湾になっちゃってんだ、こう。あ、漫画